セレスティンホテルは東京都港区芝3丁目にあるホテル。2017年にホテルザ・セレスティン東京芝として再開業した三井不動産ホテルマネジメントが運営する。もともとは現在のグラン東京ノースタワーの場所にあった国際観光会館の代替物件として筆頭株主であった三井不動産がこの物件と交換して、 東京駅再開発に参画を図った関係で、現在地にホテル国際観光の代わりに開設された。ホテルが入居するセレスティン芝三井ビルディングは三井不動産が参画した芝山頂目東地区再開発計画を構成する施設の一つである。ホテル運営会社の株式会社セレスティンホテルは2015年7月1日に 三井不動産ホテルマネジメントと合併し解散した。2017年2ヶ月間の改修休業を経て、ホテルザセレスティン東京芝としてリブランドをオープンした。2002年7月7日に21世紀型ホテルライフの提唱、提案をコンセプトとして開業した。宿泊者専用エレベーターシステムで14階から17階にある、 全243室は2.7メートルの天井高があり、全室高速インターネットアクセスが可能。宿泊者専用のゲストラウンジ及びパティを併設している。ありがとうございます。